釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、静岡県の奥浜名湖ですねに風釣りにやってまいりました。餌はですね、表題にある通りですね、スーパーでお酢に売ってるですね、静岡県産の、シラス、愛知県で買ってるんですけども、静岡県産シラスっていうのをですね、スーパーで購入してきました。税込み200円ちょっとなんですけども、多分何百匹って入ってまして、まあ一匹一匹使ってると、まあいつまでたってもですね、使い切れないぐらいの量が入っています。針につける時にですね、針はですね、キスリベロというですね、ささめ針さんから出てるキス用の針ですけど、それの6号を使ってます。で、細軸でですね、すごく先端もポイントの先端もですね、針先ですね、相当鋭いので刺さりもいいので、まあ、こちらをですね愛用して、結構小物釣り屋なんかでは使ってます。ハリスは 0.8 号のナイロンを、まあ、メインで使っています。で、ミチ糸は 1.5 号の銀鱗ですね、銀鱗のナイロンラインをミチ糸として使ってます。竿はですね、日清さん、宇崎日清さんの包丁ですね、流れっていう商品名なんですけど、それの500m を使ってます。まあ、非常に軽くてですね、結構強いので、本当オールマイティですね、ちょっと大物がかかっても安心してかけれるようなような竿で、まあ、結構愛用して、これで、通算2本目ですかね。3m60 バージョンとか、あと 6m30 バージョンもありますけども、まあ、5m ぐらいが、まあ、いいかなって、いい感じですね。足場がちょっと高かったりですね、まあ、今こう釣ってるポイントなんか手前がですね、結構こうゴミっていうか藻みたいなのでですね、流れ着く漂流物があって、その奥にですねポイントがあったりしますので、まあ3メーターぐらいだとちょっと短いかなって感じはしますので、まあ4メーター50からまあ5メーターぐらいの釣れた延べ竿なんかな、結構いいと思います。シラスで釣れました。まあ、運よく釣れましたね。ちょっと風が強いんだね、今日は。ショートバイトは結構あったので、まあ、当たりはあったので、風が釣れました、いつか釣れるかなと思ったんですけど、まあ、全然普通に餌としてね、機能しますが、なんせそのシラスのですね、釣れました。でも餌持ちがめちゃくちゃ悪いです。シリメン自体がすぐバラバラになってしまって、まあ、餌持ち悪いってことで、まあ、餌としての使い勝手はちょっと悪いなと思います。で、まあ、ちょっと風が爆風になってきましたので、風裏をちょっとのところに移動してもう一回釣ってみたんですけども、まあ、また釣れました。これでまあ検証はできたのでもういいと思いますけども、ちょっと使い勝手が悪いのでですね、コストはいいですけども、コストパフォーマンスすごく高くていいですけど、もう本当にちょっと太い針だともうまるっきり刺さらないと思いますので、まあ、ちょっと使い方悪いかなって、そんな感じです。で、まあ釣れるは釣れました。はい、で今回もこんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。